はい、どうも、はじまきよしろです。さっきね、動画撮ろうと思ったんですよ。撮ろうと思って、ファイルだろ何やらしてたら、今、録画中の動画ファイルを消しちゃって、いつの間にか動画が消えてるっていう、アホなことをしてしまいまして、ここへってやってやるの、ここで鼻ほじんのやめれ？ということで、今日はタイトルをつけていきますけど、はい。1本目の動画っていうか、投稿順なんで、どっちかっつうと、15本目の動画なんですけどね。順番的に言ったら。早すぎるにも、程があった、水溜りボンドの挨拶。改訂版。水溜りボンドの挨拶にも、程が、早すぎるにも、程があった、水溜りボンドの挨拶。改訂版。よし。にも、ほどがあった、水たまりってなんで水たままりボンドじゃないんだろうね。早すぎるにも、にも、ほどがあった、水たまりボンドの挨拶、ですね。解説には特にないです。これはちょっと早すぎるにもほどがあった水たまりボンドの挨拶改訂バージョン。鼻くそほじっちゃったから今のなしね。はい、解散。これは挨拶じゃないぞ。っていう挨拶です。何それ。ちょっとこれもそう、これ改訂版ってやんなきゃダメだな。かっこ、何が改訂版だよって思っちゃうけどな。マジ意味わかんねえ。何が改訂版だよ。いや、お尻かゆ。YouTuber がよく使うかっこないかな。気持ち悪いかっこ。すごいな。もうバリボリに今ケツかいてたからな。うぜえな、背中のプリントが。単純にね、かっこ、YouTuber がよく使う定番。何が改訂版だよってさっきから言ってるけどさ、これなんだ。早すぎるにも程があった水たまりボンドの挨拶改訂バージョン。鼻くそほじっちゃったから今のなしね。あった、水たまりボンドの挨拶。これは挨拶じゃないの。改訂という挨拶です。バージョン。早すぎるにも程があった水たまりボンドの挨拶改訂バージョン。鼻くそほじりほじりという挨拶です。した。早すぎるにも程があった水たまりボンドの。うるさいな。早すぎるにも程があった水溜りボンドの挨拶改訂バージョンの見せかけて鼻くそをほじりした挙句、見苦しい言い訳を
スしたまでが挨拶と教授術、教術っておかしいけど、まあ俺が教術しておる言い訳。長すぎだろタイトル。まあ今までで一番長いな。頭欲しいマジで。早すぎるも程があった水溜りボンドの挨拶。ほどがあった水溜りボンドの挨拶。ほどがあった水溜りボンドの挨拶。かっこいい。早すぎるもほどがあった水溜りボンドの挨拶。失敗ばでいいのかな、なんかば失敗ば。早すぎるもほどがあった水溜りボンドの挨拶。まあいいのかな、失敗バージョン。早すぎるほどがあったのがいいね。よし、次の動画。そうだな。失敗でした。背中がかゆくて、がくゆくて、まあ、くゆくてでいいか。くゆくて、ちょっと待って、まあ、こっちで書くめんどくせえ。失敗あげく、背中がくゆくて失敗したあげく、変顔と変声で、ん顔と変声でごまかそうとするが地獄に落ちた男。地獄、地獄に落ちた男。ごまかそうとするが地獄に落ちた男だ。男、背中がくゆくて失敗した挙句、変顔と変声でごまかそうとするが地獄に落ちた男。まあ、地獄みたいなもんですからね、やってることは。なんでそれ？やってることは地獄みたいなもんですけどね。意味わかんねえな、ほんと。これも失敗か。なんだろうな。早すぎるにも失敗でした。普通に噛んで失敗した。ノーマル、あ、クソ、なんだ、ノー、すぐぜえな、ノーマルに、ちょっと待って、ノーマルに、噛む、噛むってなんだ、トゥースバッキング。トゥース、トゥースバッキングしてる、まあ、トゥースバッキング、ノーマルにトゥースバッキング
して失敗ってなんかエロいな。ノーマルにトゥースバッキングって意味わかんないな。まあだから舌噛んだって意味ですね、僕的には。ローディングうぜえな。早すぎるにも程があった水溜りボンドの挨拶。失敗バージョンでした。声出すの早すぎて失敗。これ普通の雑談動画だな。なんだろうなこれ。18分40秒、トレジャーマップに向けて虹の石集めようぜの回。レインボーボーストーストーン協会の守護神じゃないな、レインボーストーン協会主席レインボーストーン協会の番人人、ね、だからどうしたみたいなタイトルですけど、ね、ああ九州です、僕はアホですなので、10連3回目引きます、最後の手配書超すごいやつかやったやったぜ。いやもうねガチャ引かねえとやってらんねえんだよ。あ、最後でドブラが出たんだ。すごい、すごい始まりにして普通の反応してんな。どうもってね、夜9時にこんなことしてるんですけど、はい、まみこさんが、まみこさんが、キーに入った、あ、普通に言います、まみこさんがキーに入ったぞと。これどうする、直球にまみこさんがあのキーに入ったんだよってやるか、ちょっとひねるか。ひねんなきゃダメなの分かってね、ちょっとひねるかじゃないんで、ひねんなきゃダメなんだ。ひねってツイストさせなきゃダメなんだよね、ほんと。ひねり王子くらい、もう羽生か羽生か白井かくらいのね、まあ、建造か譲るかくらいのね、ひねり方、回り方しなきゃダメと。回っちゃダメなんで、ひねんなきゃダメなんで、ひねり王子になんなきゃな。タイトルひねり王子っていうね、5回転半目指さなきゃね。7000回転半っていうね、その半はいらないだろうって言おうとしたんすよ。そしたら俺まず7000回転半っていう言葉を発してなかったから、ツッコミのしようがなかったっていうね。で先に突っ込んじゃうっていう、その自分のボケ潰しみたいなことを自分でやるっていうね、自分の首を自分で締めるみたいなね、地首締めっていうね、地首締めってなんかあれですね、妖怪でいそうですよね、うん、まあ多分この世には存在してませんよね。どうしよっかな、まみこさんがキーに入ったんだってさー、で再生回数を稼ぐか、意味深なタイトルにするか。
アーモンドチョコレート国鉄のマーク、すごいお腹すいた。アーモンドチョコレートということで、めちゃくちゃかゆい。アーモンドアーモンドチョコレート、あ、無理だ、もう喉が痛い。マミコさんがキーに入るってさって、キーがマミコさんに入るってさにする。キーがマミコ部に入るってさ、キーがマミコ部に入る、坊主憎けりゃ今朝も憎いってさみたいな、なんだっけ、そうが憎けりゃだっけ、憎けりゃって、憎けりゃ、なんだ、憎けりゃで検索、坊主憎けりゃ今朝まで憎い。いや、なんかこれやったらなんか逆に悪い人になりそうだね。なんか怒られそうだな。キーってなんだ、なキーってあれ何文字だ、でも多分絶対2文字だよな、キーなんて。3文字なわけない、あ、これ絶対3文字だ、語感が悪いもん。 3だった、そこで2だったらめちゃくちゃディスってて面白かったのに。キーがマミコブに、マミコブのマミコ、なんか真の美しい子って書いてマミコブに入る、入る、入るってさなんだけど、入るのここを坊主けりゃ憎けりゃ憎いてさっていう、あのよくわからないのにします。単純にてさとけさをかけてるんですよ。けさなのかな、これは。アーモンド坊主憎けりゃけさまで憎いてさ、なんかもう口癖がてさの人みたいだね。なんだてさの人って、けさ、けさとてさっていうねのをかけたて、なんだっけあれだっけ、まあ、なんとかマシマ、ま、マシマじゃない、なんとか長友部活やめるってよみたいな、なんかなんかそういうのあったじゃん。そんないちいち報告されてもって思っちゃうような映画の名前ですけどもいちいち報告されてもみたいな。まあ録画つけちゃう病っていうね、録画つけちゃう病って意味がね、なんでも秒ってつけるとなんかある界隈の、な、録画つけちゃう秒、ここはちょっとストレートに録画つけちゃう秒でいこうかな。いやダメだ、妥協はしないって俺は決めたんだ。録画つけちゃう秒、病院院、病院、インザスカイ、スカイライン、スカイネット、インザスカイウォーカー、インザスカイパーフェクトコミュニケーションズなんか予測変換で面白いの出てきた。インザスカイ、なんかもう頭おかしいのはあんだな、もう予測変換もバグってるよ俺の変な変換。インザスカイパーフェクトコミュニケーションズって。そんなのなかった何も。うわぁ、もうなんか俺もう予測変換が毒されてんだよ。俺なんかいつも変な英語の単語の組み合わせでさ、やるからもう予測変換すらも頭おかしくなってる。ね。予測変換を汚す男。ま
暇とか言って始めちゃうのが羽島清志郎なんですけどね。とか言って始めちゃう羽島とぬんって出てきた。あぬんぬんぬん、まあ、ぬんぬんを入れとこ。とか言って始めちゃうのが始ま、これもうほんとうぜんだよな。羽島清志郎のローがなんかないかな。羽島爆裂音のテーマってふざけんなよ。なんか頭おかしいな本当に。羽島爆裂音のテーマってな、ぬんぬんとか言って始めちゃうのが羽島清志郎で、なんだっけ、あー忘れた、コントロール押してもシフトの役割になんなかった。なんだっけ、忘れた。ビタミン錠剤服用マンっていうのにカッコに入れとこう。ビタミン剤服用マン、服用か、まあいいや、服用か成人ピタッとハウス、ピタッとホウセホウセ、ほんとお前何でもいいな。タイトル、あ18秒だ。これなんだ、雑すぎてもはや芸術という言葉で収めようとしてみるもただの雑音になった、雑すぎるヒカキンさんの挨拶。雑すぎて、なんかもう出落ちだよな。雑すぎてなんだ、雑すぎてなんだ、もはや芸術、もはや石鹸になりたい、雑すぎてもはや石鹸になりたい、 しとこで、いやいいんだ。9秒、雑すぎるにも程がある水溜りボンドの挨拶。わーいやもうなんか雑すぎるもほどがあどがある。みお前水溜りボンドむちゃくちゃいじってんの、俺大好きだもん水溜りボンド。水溜りボンドの挨拶で開放感あふれてるっていう、よくわかんない日本語使おう。開放感あふれてる、あふれがれがなんかカタカナのれ出る、あ開放感あふれ出る動画です、あふれ出る動画です、あ触れてる、開放感あふれ出る、開放感ある、開放感あふれ出る、開放感あるれ出る、あるれ出る、あふれ出る動画、あふれ動画です、あふれる、あふれ出るで、うんねん、伝念にしよう。伝念画像ってなんだ、伝念、伝念画像、伝念画像を、開放感アーモンドチョコ、もうなふざけてんだろ、もう最初のカッコがさ、ちょっと待ってくれよ、なんかもうやってることがただのアホなんだよな。ちょっと待ってくれ、ちょっとちょい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 、かっこ
明日に向かって走ると見せかける。貼り付け開放感あふれ出る動画です。あふれ出る天然画像開放感。なんかもうほんとダメだなこういう。なんか今日ね、俺何時間しか寝てねえんだろうな。寝てないアピールしたいわけじゃなくて、いつもなら今日10時に寝たわけですよ。10時って朝のね、朝の10時に寝て、起きたのがね、まあ2時、ほぼ2時だね。2時なんだよ。何時間しかね、4時間しか寝てないんだよ。やばいなと思って。死ぬんじゃねえかな。我慢 TV です。いや、そのね、ワンピースのあのやつがやってるわけですよ。いや、忍愛体我慢辛抱う、忍耐我慢辛抱、忍耐我慢辛抱棒はぎしりしりお、はぎしりしりしりで、お尻じゃない以外何が出るんだろうな。はぎしりしりをやるおはぎしりしりを忍耐我慢辛抱をテレビジョンズ、テレビジョンジョン、テレビジョンズーズ、テレビジョンズグズン、いいや、忍耐我慢辛抱テレビジョンズ歯ぎしりしりよっていうね。いいな、歯ぎしりしりよっていうので、歯が綺麗になったらそのこの歯のここの部分をメインでアイコン作ろう。オール始ま、オール始ま、キョッポン2000始ま、始まに蝕まれた、徹夜徹夜。いや、なんかそのね、あの始まりに蝕まれたオールナイトニッポンって蝕まれてないし、なんかねすごいひどいじゃん。オールナイトニッポンってすごい、まあ何がすごいかよくわかんないけど、まあすごい人いっぱい出てんじゃん。すごい人いっぱい出てるのに始まりに蝕まれるってかわいそうだから、かわいそうっていうか、なんか変な非難が来そうだから、始まりに蝕まれた徹夜ジャパニーズ、徹夜オールナイトニッポンだから徹夜ジパングだな、パングと。はいはい、終わりました。はい、動画公開します。気持ち悪いくらい本当タイトルが長いわマジで。で、動画公開し終わったら、やめます。あ、待って、レインボーンストーンになってる。レインボーじゃなかった、レインボーンだった。レインボーストーン協会ってもう、むちゃくちゃだな。いや、なんか今日はちょっとなんか頭おかしいんだろうな。睡眠時間4時間だから。うん、いつもより頭おかしくなってる。あー、寝なきゃな、やっぱり。オール始まきょっぽん2000始ま。始まりに蝕まれた徹夜ジパングって、むちゃくちゃ面白いって自分で言っちゃダメなんだけどね。はい。編集の処理待ちということで頭おかしいな。5時57分ですよ。2時間35分じゃないよ。いやね、2時間35分じゃないよって。2時35分ならわかるけどね、23時22時45分、2時間35分ですからね。2時間30、ああ、もう29分も動画撮ってた。
まあいいや。じゃあおしまいだな。バイバーイ。あ、やっぱバイバイしねえわ。こいつらがね、編集するまで。俺は本当何をしてるんだろうな。一人だけ革命軍にいそうって、まるでハンマーヘッド矢沢だな。つまんないです、そういう人の。それダメだろ本当に。ポプテピピックの先生がね、書いた言葉をまるでってダメだよ。まるで将棋だな、いいよ全然。まるでジャパハリネット高田明太子だなみたいな、そういうのにしなきゃね。ということで今日の動画ありがとう。いや、最近ハマってること、ジャパハリネット高田明太子ですね。もうジャパネット高田が、もうジャパハリネット高田明太子、高田明太子、高田明太子ね。まあ、高田明太子でもね、どっちでもいいわとか言ってね、高田明太子ファンにね、こっからブッシュコン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 っていうね、高田明太子を結晶化させた槍でね、脳幹をぶち抜かれるという夢を見るでしょう。はい、夢よ占いでした。夢予想でした、夢予言占いうんちでした。バイバイ。すごいね、やっぱジャパハリネット高菜明太子っていう発言ができて嬉しかったです。30分見ていただきありがとうございました。まあ見てないでしょうけど、みんな飛ばし飛ばしに見てますよ。もうほじりほじりですわ。じゃあね、ひじりじゃねえぞ、ほじりひじりほじりひじりほじりひじり